はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、健康でお悩みのあなたに健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、前回と引き続きですね、不妊専門整体院をですね経営されています鴨井田先生にお越しいただいております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、で、私の方にですね結構いただく質問として、生理痛で悩んでるんですけどどうすればいいですかっていうのですね、ご質問をよくいただくんですよ。はい、やっぱりいろんな原因があるとは思うんですけども、じゃあ生理痛ってどういうふうに改善していけばいいんでしょうか。はい、まず生理痛が起こる、原因になるんですけれども、はい、子宮が過収縮を起こしてしまうということなんですね。はい、で、じゃあなんで過収縮を子宮が起こしてしまうのかっていうのを考えていくと、2つポイントがあるんですけれども、はい、1つはですね、その経血がドロドロになってしまっている。はい、子宮内膜自体がですね、血液が固まってしまっているとか、ちょっとベタベタした感じになってしまうと、結局それを排泄するためにですね、子宮が頑張って収縮しなきゃいけないっていうところで、生理痛の原因になったりとか、で、あともう一つの原因なんですけれども、それが後ろにも書いてあるんですけれども、プロスタグランジンと言われる、生理活性物質があるんですね。それが子宮の収縮を促す物質なんですけれども、これの質っていうのがですね、実は取る食べ物によって全然変わってくるというところなので、そこをですね改善していくと生理痛というのはすごい収まってくるっていうことになりますね。じゃあその月経血ですよね、月経血がドロドロしている状態と、じゃあプロストグランジンの質を変えるっていうことなんですけども、それっていうのはそれぞれやり方が違うんでしょうか。そうですね、それぞれやり方が違うような感じなんですけど、でも油の取り方がうまく加えてるんですけど、それは2つとも関わってくるところはあるんですけど、じゃあその油の取り方をこう変えることによって、月経血がドロドロのものからサラサラになったりとか、あとは子宮をこう無駄にこう収縮、しないようになれば、生理痛は改善されるっていうようなことなんですよね。はい、そうですね。じゃあちょっとそれを説明していただけますでしょうか。そうですね、まずそのこの後ろのところのプロスタグランジンの質っていうところなんですけど、これが子宮の収縮をする物質です。で、これ実はですね、食べ物のによって、これも 1,2,3 で実は種類があるんですけど、食べる食べ物によって全然、反応が違ってくるわけなんですね。で、こっち、ここ炎症誘発とか血管収縮って書いてあります。こっち、炎症抑制、血管拡張って書いてあります。他にもアレルギー促進とかいろいろ悪い反応がこっちが起きるんですけれども、こういう炎症誘発とかを起こす、要はこっちはですね、生理痛が強くなる方になるんですけれども、じゃあ生理痛が強くなる食べ物っていうのがこちらになるんですね。それがオメガ6系の油、サラダ油とかごま油とか、キャノーラ油とか、そういう油ですね。というところはちょっと炎症誘発に働く方の油です。他にもですね、肉、卵、乳製品とかっていうものは、炎症誘発をとか血管拡張しますよ、あとは血液ドロドロにしてきますよっていうような反応になります。で、逆にですね、よくテレビとかでも紹介されるとは思うんですけれども、オメガ3系のエゴマとかアマニ油、あとはお魚ですね、この取っていただくと逆に炎症抑制とかですね、血管拡張っていうふうに、働いてくれるっていうような感じなんですね。で、この比率っていうのがですね、実は大体1対1か、こっちがちょっと多くて2対1とか3対1とかになれば、理想的とは言われてるんですけれども、今の大体現代人の人っていうのは大体50対1とか60対1っていうふうになってるって言ってるぐらい、要はこっちの取りすぎになってしまってるわけです。なんで改善としてはやっぱりこっちの比重を減らしていってもらって、こっちの比重をちょっと増やしていってもらうっていうのが、理想かなっていうところですね。いわゆるその安い油ですよね、安い油とか動物性の、油を取ることによって、炎症が強くなったりとか、月経がドロドロになってしまうことによって生理痛が起こってしまう。で、逆にこういったエゴマ油とかアマニ油を取ることによって、血液月経がサラサラになったりとか炎症反応が肩にならないので、生理痛が改善されるっていうことですよね。あとは補足として、実際じゃあのオメガ3系っていうのは、特にエゴマ油、アマニ油っていうのは生で取らなくちゃいけないじゃないですか。そうですね。なので、そうするとやっぱり熱を使うときって、実際サラダ油とかごま油の、じゃあ6系を使わなきゃいけないっていうふうに言われたりとかするんですけど、そのオメガ9系ですよね。そうですね。オリーブオイルだったりとか、ちゃんとした菜種油とか、そういったものを使うことによって熱処理にも使えたりするので、補足としては熱を使うときはオメガ9系のですね油を使っていただくといいのかなっていうふうには
思いますね。はい、じゃあこういうことをすることによって実際生理痛っていうのはじゃあ改善していくんでしょうか。そうですね、改善していきます。まあ、あとは他にもその血液がドロドロになる原因っていうのがあるので、はい、まあ、水分をですねよく取るようにしたりとか、はい、まあ、水分なかなか取れてない方多いので水分取るようにしたりとか、はい、まあ、あとは食べ過ぎですね、糖質とかあと脂質、はい、高脂肪食の取りすぎっていうのはやっぱりそういうふうになっていくっていうところなので、まあ、その2つはですね特に気をつけていただくといいのかなと思いますね。じゃあその生理痛がある方っていうのは、はい、もちろん痛みとかで悩まれる方も多いと思うんですけど、はい、じゃあ不妊にもつながってくるんでしょうか。やっぱり不妊にもつながってきますし、そういう婦人科疾患にやっぱりつながっていってしまうんですね、はい、なんで結局こう子宮がこう収縮して排泄をしようとするんですけど、はい、そこの月経血が例えばドロッとしたのが残ってしまうと、はい、その要は酸化した血液とか古い血液が残ることによって子宮筋腫になったりとか、はい、それがまた逆流してしまって卵管の方に行ってしまうことによって、まあチョコレートの方といわれる子宮内膜症に移行していったりとかっていうふうにも言われているので、はい、やっぱりそれが不妊の、原因にもなりかねない、まあ、妊娠に不利な状況にもなりかねないし、はい、まあ、実際にそういう婦人科疾患の予防にもなっていくみたいなところがありますね。子宮筋腫でまた腰痛になっちゃう方とかも多いですね。はい、なので、まあ、今ですね不妊で悩みのお悩みのあなたはですね、まあ、こういった、生理痛をですね改善するっていうところもすごく大事になりますし、かつ今まだその妊娠をする予定がないあなたもですねしっかりその生理痛が起こらないような体質を作っていただくことによって、まあ、自分自身の健康にもつながりますし、将来的にやっぱりその不妊に悩むっていうこともなくなるかと思いますので、ぜひですね参考にしていただければと思います。まあ、今回お話ししていただいたので結構ざっくりした内容にはなるので、はい、もっと詳しい内容っていうのは河本先生がですね実際にお話ししている動画がありますので、そのリンクをですね下に貼っておきますので、詳しい内容を知られたい方はですね下の動画のリンククリックして見ていただければと思います。はい、ではですね、本日は生理痛の改善法についてお話しいただきました。動画をご覧いただきありがとうございました。